2歳児との関わり方、一生懸命関わろうとしないこと、よくね、動画見せたりとかテレビにおもりさせるのはダメだとかって言うじゃないですか。でもね、体力ついてきて、ママママママこれ何これ何なんでなんでなんでっていう ね子供とね、24時間ずーっと一緒に関われって言われたら、ママ壊れます。もうしんどい無理って思う時は、もうどんどん私はスマホを渡して動画見といてありだと思います。だからといって24時間ずーっと動画見せるわけではないからね。しんどい時はもうとにかく自分を優先してあげるっていうことをやってほしいと思います。うん、で、ろくに子供の話は聞いてなくてもいいです。うまくスルーする力も必要ね。これなんか虐待ですかって、放置っていうのはあかんやんって、心理的虐待やんとかって言われたりするかもしれないけど、そういうこともしながらうまくママたちは自分の心を守っていかないといけないんですよ。